鉄腕アトムでは、手塚治虫原作の漫画、鉄腕アトムのアニメ化作品、第2作について解説する。日本テレビとその系列局にて、1980年10月1日から1981年12月23日まで放送。前後52話。急虫プロダクションが制作した第1作の内容に、不満を持っていた原作者の手塚治虫が、手塚プロダクションで新たに、 アトムの誕生から改めてリブートするために制作したシリーズ作品である。第一作が基本的にモノクロ作品であまり再放送がなく、日本国外での放送がないこともリメイクの理由に挙げられている。ただし、本作の放送と同時期においても、KBS 京都と3テレビで第一作の再放送が行われていた。また、 本作の放送開始後には中華人民共和国で第一作が放送された。リブートの企画は1970年、1971年に持ち上がるもとんざし、企画が主導したのは1974年のことだった。日本テレビが1978年の第一回から24時間テレビ、愛は地球を救うないで放送していた手塚治虫スペシャルアニメが好評だったことから、 本作の企画が実現した。広告代理店を通さず、手塚プロと日本テレビで直接契約だった。第一作と同じく、手塚治虫自らが、脚本、絵コンテ、演出、原画担当のスタッフとして参加していた。第一作よりもアクションシーンをかなり重視した作品と、なったが9回にわたって繰り広げられた、アトムザイアトラスシリーズの回のように、 心を持つロボットというテーマは本作でも健在である。また、手塚自身が脚本、演出を手掛けた最後の鉄腕アトム作品でもあり、手塚らしいユーモアのある物語や演出が随所に見られる。本作では、第1話の設定年代は2030年となっており、原作のアトム誕生の年である2003年、及びアニメ第1作の設定2013年の、 いずれからも変更されている。声優陣は、当時の監修として、放送局が変わるごとに声優を一新するのが定番だったが、手塚の希望で、アトム役の清水マリとお茶の水博士役の勝田・久しのみ前作から続投した。OP は、当初、樋口康夫に依頼したものの、デモテープを契約交渉していた海外のバイヤーに聞かせたところ、これのどこがアトムなんだ とかなりの不評で没になり、前作の OP を現代風にアレンジの上で使用し、本編中にも様々なアレンジで使用したが、視聴者からはなぜ原曲をそのまま使わなかったのかという苦情が原作者の手塚や放送局に寄せられたという。日本テレビがプロ野球シーズン中に編成する n ヌ t v 水曜ナイターの影響で放送休止回数は多かったものの、 当初から4クール、全52話制作ということで話が進められていたため、休止した分だけ放送期間が延びる形となった。1981年末に放送の最終回では、手塚治本人がメッセージを述べる実写映像が冒頭に流された。この映像は、手塚の依頼により、息子の手塚信によって撮影された。ただし、 当該会のエンディングには、玉手久也が撮影担当としてクレジットされており、ンは演出担当となっている。説明のない登場人物については登場キャラクターを参照。これら3曲を収めた EP レコードが、フォーライフレコードから発売された。後に CD もリリースされた。オープニングテーマは、 樋口康夫に依頼した曲がボッツになり前作オープニングテーマのアレンジバージョンとなっている。先日の通り、なぜ前作のままでないのか、との批判があったというが、曲の基本ラインは原曲と同じである。この曲は、サエグサ版、または、新鉄ワンアトム版と呼ばれている。本作の放送当時は、アニメの楽曲も制作に関与したテレビ局と、 制作プロダクションの共調となっている場合が多かった。そのため、制作プロダクションが前作と同じであっても、放送局が異なると曲を流用できないことが多々あったが、本作の場合は、元の曲がアレンジされて使われた珍しい例である。熊本放送、宮崎放送と個別に出展が提示されているもの以外は1981年11月中旬から12月上旬。 自典のものを使用。系列は放送当時のもの。遅れネット局含む。2019年7月26日から、YouTube の手塚プロダクション公式チャンネルで、本作の期間限定無料配信が行われていた。その後2020年4月7日から同年5月7日まで、同チャンネルで全話が再配信。そして2021年4月1日から同年6月23日まで、 同チャンネルで4話まとめて再々配信されている。2021年5月9日からは YouTube のアニメログからも毎日1話ずつ配信されている。ありがとうございます。